石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石ラジです。いや、3年目突入ですよ。突入っちゃいましたね。はいはい。まさか。まさかまさかこんなに続くなんて。そうね。まあ続けようと思いつつやってきてはいるんだけども。はいはいはい、そうですね。実際そうよね。なんかヒデが忙しくてスケジュールがみたいなぐらいはあったけど、なんか。去年ね。2022年、うん。そうですね。これをやるのがしんどいみたいなことはなかったな。うん、あのね、確か2月3月ぐらいが、うん、あの結構毎週収録みたいな あったよね。あって、うん、でちょっとだからその頃 なんかわかんないけどちょっときつい、うん、きついなみたいな、うん、なんとなく自分の中で週に2回配信してみたいなのがあって、はいはいはい、そうだったね。週に2回配信だったね。そう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 、うん、でなんとなく初年度はそれ勢いでやれてたけど、うんうん、あちょっとこれはペース一旦ね、落ち着けた方がいいかなと思って、配信あったもん、ね、そんで、うん、行ったんですよね、うん、ちょっと、週1ぐらいでやりたい、はいはいはい、ね、うん、そう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 。いや、でもなんか、うん、週1がいいな、うんうん、なんか楽よね、うちのバタバタして。楽ですし、うん、うん、大変ですよね、やること、何気にいろいろあるから。そうね、だから告知と、編集と、そう、うん。そう、うん、だまあ、あの時は、その始めた勢いでやってたけど、はい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 、で上げるのが楽しかったから、そうそうそう、そう、どんどんアップしてたけど、うん、まあ今がいいんじゃないかな、なんか俺全然負担ないよ、ね、なんか2回ぐらいじゃん、うん、だいたい収録も、そうですね、うん、はい、そんな感じなんで、こんな感じで、まあ3年目、はい、今年はどんな感じになりますかね、そうですね、うん、多分2年目だいぶ色が出たじゃないですか。色とかゲストさんの、うん、カテゴリーというか、カテゴリーというか、そう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 、ね、ダンサーとか、うん、そうそうそう、ミュージシャン、アーティストさん系が後半とさーっと来てくださったんで、はいはいはい、うん、2023年どういう風になるかなっていうのが、そうね、楽しみですね。まあまあまあ、うん、このなんちゅうのいいとも方式、はい、テレオンショッキング形式なので、はい、僕らが選べないというところもまた。そうですね、そこも楽しいなと最近はいはいはい、はい、最初の方はやっぱ知らない人不安で、いやー、もうあれでしたよね、うん、石川さゆりさんとかね、さゆりさん聞けるかなと、ね、そう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 、いやでも今ないね、はいはい、そうですね、でも今日も、はい、全く面識ない、全くですね、本当に、しかも石垣では相当珍しい、はい、肩書きというか、人種というか肩書きというか、はいはいはい、そういう方に今日はお越しいただいて、ね、いただいております。おります。じゃあ行きますか。はい。今年一発目ですね。はい。一発目のゲスト、樋口ゆきさんです。樋口さん。はい。どうも、はじめまして、樋口ゆきです。ようこそ。いや、本当に。樋口さん、はい、簡単にプロフィールを説明していただいて、はい、よろしいですか。あ、僕いなり、はい、いなり。はい、いや、どんな人かな。うん、ですね、1984年12月22日生まれの樋口ゆきと申します、はい、現在38歳になりました、はいはい、芸能活動、あ、お仕事はですね、はい、舞台俳優と演出家、あ、演出家を含めてやっていまして、自分の事務所の劇池という団体の演出家としてもやらせていただいております。あ、なんですよね、俳優さんなんですよ、で舞台俳優さん、演出もされてるということで、はい、すごい、いや、なかなかね、石垣で出会わないんですよね、やっぱそういう人、いや、石垣じゃなくてもなかなか出会わないですよそうですよね、石垣は結構、うん、演劇がそこまで盛んではないので、はいはい、逆にこちらに来た時に、うん、なんかエンターテインメントが思ったよりないなって、はい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 、はい、すごく、まあ、引っ越してきてから思ったんですけど、なるほど、で、まあ、うちの会社の社長と、はい、ちょっとエンターテインメントを子供たちに見せたいねみたいな話から、なるほど、去年ですね、はい、舞台をこちらで、はい、市民会館の方で、はいはいはい、やらせていただいたんですけど、なるほど、うーん、その辺の話をじゃあ、はい、もうじっくり聞いていきましょうか。そうですね、はい、だから、まあ、要するに俳優さんであり、はい、まあ、演出もされているという、こう演劇系の方が
今回は来ました。いやそうですね、まあ、でも作画さんも演劇してたからね、もともとそうですね、役者としてやってたので、はい、まあ、うんうん、繋がってるっちゃ繋がってその時に出会われたっていうわけではないんですよね。こちらに引っ越してきてから、はい、スタッフさんがいない、はいはい、問題、はい、俳優は、はい、連れてくればいい、身、うん、一つで来れます、ね、そうですよ、はい、現場のことって、はい、やっぱり地元の人じゃないと困ることっていっぱいあって、はいはいはい、そうですよね、例えば物を借りるにしたって、うん、誰に借りるの、はい、で最初にエンターテインメントこっちでなんか舞台やりたいねって言い始めたんですけど、うんうん、連絡先がわからないんですよ。あとその石垣島内 の、うんうん、あの業者さんというか業者さんとかのやつが、うん、思ってる以上にネットに載ってない。情報がない情報がないで、例えば、ね、東京にずっといたので、はい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 、東京で仕事してた感覚と違って、うんうんうん、何も載ってない。あとツイッターをやってる人がものすごく少なくて、でこっちはやっぱりフェイスブック文化、はい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 、インスタグラム文化だったので、はい、うんうん、そこのアプリを入れるところからスタートみたいな。なるほど。アプリ持ってなかったんですね。あのインスタグラムをやってなくて、はい、なるほど、で入れたら、はいはい、やっと繋がれる。なるほど。フェイスブックも石垣でやっと調べたら、はいはい、なんかちょこちょこ出てくるな、はい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 、ってなって、そこで作川さんが演劇の照明さんやってるっていうことを見つけたので、見つけて、はい、あ、ちょっと連絡してちょっとお会いしてみないと。なるほど。なるほど。そういうなんかでも。ってことはでも全くじゃあそのつてとかそういうのがなしに誰も知り合いいないし、それの状態でもう移住をされたってことですよね。社長が先に移住されて、コロナ禍で、はい、あの芸能関係が結構大変になった時期。そうですよね、ずっと音楽もそうだし、はい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 、そうか、ライブ系の、うん、まあ、舞台系は特にそうなんですけど、はいはい、もう一切合切中止、うんうん、中断とかっていうのがもうたまたますごい多くて、はいはい、なので、まあ、社長が一回引っ越して、うん、はい、ちょっと一回休業というか、あ、お休みして、はい、なるほど、結局お休みしても満員電車にも毎日乗らなきゃいけないみたいな状況で、あ、うんうんうん、自分の仕事はまともにできないけど、うんうん、乗るんかいみたいな、その東京の生活で、そうなんです、はいはいはい、ってなった時にちょっと僕も、うんうん、あ、違うなって思って、うんうん、結局仕事ができないのであれば舞台に立てないとか、うんうん、あの人に会って何かお話をすることもままならない、はい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 、ワークショップを開くこともできない、うんうん、会えないみたいになった時に、うんうん、あれ東京じゃなくていいな、なるほどってすごく思って、はいはい、ちょうどあの最初の頃って多分石垣の方々は知らないと思うんですけど、はい、東京ものすごく路上喫煙増えたんですよ、はい、路上飲酒と路上喫煙が、路上喫煙、そうなんですか、全然なんかパチンコが入れなくなった、はいはい、お店の中に入れなくなった、そしたらパチンコに通ってた人たちが大量に街に溢れたんですよ、はいはい、すごかったんですよ、僕が住んでた場所なんですけど、はいはいはい、もう言っていいかどうかわからないですけど、すごくて路上喫煙はすごいわ、もうそこら辺に酒瓶が転がり始めたりとかして、ちょっと治安が悪くなったんですよね。なるほどなるほど、そうなんです、お店も入れない、うん、パチンコも入れないっていう、うん、一番東京の人たちもみんなどういう状況かわからない、うん、ストレス溜まったんですね、溜まってて追い出されちゃった人たちが行く場所路上にあぶれてる、そうです、行く場所なくなって急に吸い殻がもういろんなところに、これは初耳でしたね、あって なのに満員電車、はいはいはい、路上ではタバコ吸う人、はい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 、その道通り過ぎるのかって思ってた時に、うん、結構ものすごいストレスかかって、うんはいはい、で仕事できないしな、はいはいはい、友人知人にも会えないし、うんはいはいはい、まあ、家族にももちろん会えないじゃないですか、うんはい、でその状態で俳優同士もお互いピリピリしてるんですよ、うんはいはいはい、かかっちゃったら仕事飛んじゃうんで、そうですよね、だからお互いが喋りたかった普段、まあ、はい、俳優ってお仕事は、はい、飲んでなんぼみたいなところは若干あって、あ、仕事行くともう、うん、稽古終わりには飲んで、はいはい、撮影終わったら飲んで、はいはい、みたいな生き物で、はい、まあまあ僕もバンドやってたんで、そうだいたいミュージシャンもそうなんですね、そうですね、同じ種類にはなっちゃうんですけど、はいはいはい、それが一切合切できなくなって、うんうんうん、お互いのなんか近況もみたいな報告できないし、できないし、で片方潰れちゃったとか、そっか、
ああそうか、公演今1ヶ月練習したやつ本番前に潰れちゃったとかってなった時に、はいはい、結構メンタル的に落ちる、きますよね、きますよね、準備だって相当するわけじゃないですか、うんうんうん、で何のためにこれやってたんだろうと思って、はいはいはい、それが2回3回って続くと、うん、もう心がポキって折れちゃう俳優が結構多かったのと、うん、結局、うん、舞台本番ができてないと給料ゼロなので、はいはいはい、ですよね、1ヶ月間じゃあ稽古場交通費かけて、うんうん、もうめっちゃマスクして気をつけて、はいはいはい、満員電車の中頑張って行ってた人間が公演中止です、給料ゼロですって言ったら交通費だもん、その間のですよね、やつがゼロになる、ね、ゼロ自己負担、自己負担、そうなんですね、結局出来高じゃないですか、そうですよね、やったから、もう本当にあれなんですね、やったからもらえる、でもまあそれで保証が多少、うん、はい、あったりとかはあっての後からなんですよ、あそっか、そのリアルにお金がなくなっていく、うん、リアルにお金がなくなっていくんですけど、うんうんうん、さらにコロナで途中からなんですそれ、あ保証されるようになされるのが、あ最初は全くなくて分かんないし、はいはいはい、結局プロデューサー側もお金は出しちゃってるから、うん、はい、そうですよね、で、うん、公演打てませんでしたっつったら、はいはい、うん、ゼロなので、うんうん、先に使っちゃったお金だけが、うん、はいはいはい、損害だけ赤字だけ残って、ね、ね、なりますよね、じゃあ俳優たちにお金払うのかって、うん、はい、それもできないじゃないですか、まあ、そうですね、だからなんか最初なんかよくわからない空気感の中すごかったですね、あれは長かったですね、そうですね、そこで、はい、まあ、社長がこっちに引っ越されて、うん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 、取り残された俳優として、俳優が、うん、ただまあもうやれることもないしなと思ったら、はいはい、うん、なんかちょっとやりたいと、うちの社長がやりたい、こっちで石垣でやりたいんだけど、うん、どうかなっていう話で、はい、じゃあ行きますか、行きますか、すごい、いやそんな感じで、下見にはこれ来たんですか、下見には来てないですね、はい、もう勢いです、ね、もう社長がいるんで、はいはいはい、もうやることないし、なるほど東京にいても、へー、いやーそっか、いや、まあ、でも勢いで来る人多いんですよ、ね、この島、そうですね、マジで来られたことはあったんですか、ないないないです、全く、いやいや全くないです、でもね、そんな人ばっかり、マジいや不安の方が確かに大きかったです、うん、むちゃくちゃ不安の方が大きかったんですけど、うちの社長が、はい、社長なので、うんうんうん、やりたいって言ったらやるしかないので、はいはいはい、部下は、はいはいはい、で、まあ面白そうだなって思ったのと、うんうん、結局東京だとあまり子供向けのやつって逆にできないんですよ、はい、あーと やれるんですけど、うんうん、言ったらアンパンマン、あーそういうこと、しまじろとかっていうのがもういくらでもやってるんで、うんはいはい、それと勝負しても、なるほど、大手企業と勝負してもみたいな部分あるじゃないですか、はいはいはい、なのでこっちっつったらじゃあ来たりとかするんですかみたいな、社長もなんかいろんな方に聞いたら、うんうんはい、全然来ないと、うん、エンターテインメントも正直ないとか、うん、そんなに、うん、まあ、その伝統文化みたいなのはあったりとかするんですけど、じゃあそれ以外のものってなると本島行くとかですね、まあ、映画とかも、うん、まあ、意外と最近はお店で、うん、あの上映したりとか増えてきて、ミニシアター的なミニシアターありますよね、うんうん、だけどそれまでやっぱね映画館もなくてみたいな感じ、ね、うんうん、で、まあ、音楽は結構やってる人多いんですけど、はい、音楽もなくなったじゃないですか。音楽もなくなりましたよね。そうですね。そう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 。だからね、うん、そうですもんね。そうそうそう、ミュージシャンとか。あの時はなんか本当に、うん、なんか変な空気でしたね。やっぱね。いやそうですよね。結構そのイベント、石垣ってイベントが割と多くて、はい、そのオリオンビアフェスタっていう、こう、うん、音楽イベントだったり、はい、石垣島祭りっていう、それも音楽とか、うん、まあいろんな祭りが、いろんな人が出て、はい、ダンスコンテストとかで、はいはい、そういうのがあったんですけど、それが全くなくなったんで、できなかったですよね。そうだから、みんな閉塞感が育ったんですよ、うん、今年ようやくその石垣島祭りが復活して、うん、そうですね、ありましたね、うん、あれ人ですごかったもんね、みんなやっぱめっちゃ盛り上がってましたね、すごかったです ね、行かれました、はい、行きました行きました、はいはいはい、みんな飢えてたんだなと踊ってましたよね、うん、うん、踊ってました踊ってました、あビギン出てたんね、確かね、そうですね、はいはいはい、ライブで、うんうん、いやでもですね、めっちゃ近くでしたもんね、そうね、もう初めて会ったんですよ、うん、石垣島祭り、ああそうやったんそうだから、そうやったんそうそうそう、あそっか、来てからコロナになってたから、はい、そう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 、でやってなくて、でモスクでこっちに鉄拳に来てた時も、うん、そのイベントの時には多分かぶってなくて、なるほどなるほど、今回が初めてだったから、めっちゃなんかね、うん、まあなんか、まあ、いろんな多分ことが重なって重なって、うわやっぱりこういうのいいなと思いましたね、そうね、うん、なんかやっと
戻ってきてる感がありますよね。そうそうそう。いやいや、まあ、うん、そんだけじゃあ。いつそれで石垣には来られたんですか。去年じゃない。2021年。1年。1年なんで、はい、僕は盛り上がってる石垣島知らないんですよ。コロナ禍、あ、そっかそっかそっか、一番その、はい、あのロックダウンして、ロックダウンして、丸1年ぐらい経って、そうですね、もう1年以上は経ってますね。なるほどなるほど。じゃあ1年間こう石垣島の春夏秋冬、そうですね、経験して、もう四季は経験しました。あ、して、まあ、2年目みたいな、そんな感じですか。はい、なるほどなるほど。四季ありました。あ、四季ありましたよ。それはね、ありましたよ。それはそうですね。1年目の人間からすると、はいはいはい、夏と春か、はい、夏と秋ぐらいしかない。でも、でもそうだな、すごいそれが気に入ってますね。はい、あの関東にいると、はい、今秋とか春がないじゃないですか。ないんすか。もういきなり飛んじゃうんですよ。いきなり寒くなったり暑くなったりとかっていうことが多いので、もう極寒の寒さに急になったり、うんうんうん、だから東京にいて、うん、そうですね、もう最近の5年間ぐらいは、はい、加湿器つけてたと思ったら急に除湿器なんですよ、次の日。あそんなにゴロゴロ、もう急に変わるんで、あの喉痛みたいな、 あれみたいな、うん、喉痛い、湿度何度、乾燥してるみたいな、そしたらもう50度とか40度とかになっていくんで、これはもうきついなって、やっぱあのこの仕事上ちょっと喉のケアにはすごく気使うので、本番前とか特に負担しちゃうので気にしますね。なるほど。でもね、石垣は割とずっと湿度が、湿度高いですね。70、80当たり前みたいな。そう、70、80当たり前です。数値まですごいですね。やっぱあの持ってきてるんで、東京からそのまま。機械を持ってきてるんで。なるほどなるほど。いやでも僕が石垣に最初に来て、うん、で1年住んで最初に帰省した時に、あのね、初めて気づいたのが、こう東京ってやっぱ人が多いストレス半端ないんだなっていうのに気づいたんですよ。そんなのなかったんですか。思いました。あ、うんうん、むちゃくちゃ人多いなと思ったのと、うんうん、僕は何回か東京に、あの、はいはい、仕事で戻ったりとかしたんですけど、はいはいはい、その時一番思ったのは匂いですね。匂、うん、い、お、匂い、香水とか。あ、結局石垣の人って香水つけないじゃないですか。 あんまりですね、あんまりいないじゃないですか、まあ、言っちゃいるけどそこまでなんですけど、うんうんうん、香水の匂いを街の中で嗅ぐと、うんうん、あの観光客だって思うようになったんですよ。あ、そういう、あ、石垣でね、石垣で、あ、なるほど、急にファッて香ると、確かに、あ、観光、確かに、パッて見ると結局観光客じゃない、都会の香りが、都会の香りが面白い、面白い。も柔軟剤とかも含めてなんです。あ、はい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 、だから確かに戻った時に、はいはい、駅、池袋行った時がもう、うん、正直僕の中で地獄で、そんなバカなって思うぐらい匂いで、匂いで、結局お店もあるじゃないですか、駅構内で、ね、だからものすごい強烈な匂いと、人の匂いと、人のスピード、スピード、うん、で情報量、早いっす、情報量、あとそうそう、ね、こっち車文化じゃないですか、はい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 、だから東京に行った時に、うんうん、駅から駅とかを歩くじゃないですか、はいはい、歩きます歩きます、足が筋肉痛になって、あ、1年過ごしたと、あまり歩かないですから、ね、歩かなくなって、ほぼ歩かないですからね、歩かないで、 それはありますよね、あの時間向こう戻ったらすごい足腰、はい、あれなんか足痛いな気づかなかった、あんなに歩いてたんだ。いや、あと靴履かなくなったので、あ、確かないですね、サンダルから靴下履かないですもんね、そうなんですよ。こ、うん、あっち東京戻った時に、はいはい、靴履くじゃない、はいはいはい、あのさすがにスニーカーとか履かないと踏まれたりやったしとかってあるじゃないですか、だから足が大きくなったのか、へえ、なんかそのむくみなのか、はい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 、それともなんかそのサンダルで自由気ままに歩いて、うん、だらーんってなってたやつが骨をギュッとされてるというか、なるほど、ちょっと圧迫されてる、圧迫されて、なんか窮屈ですね、ちょっと無理しておしゃれな靴履いてたりするじゃないですか、はい、で特に芸能関係をやってると、うん、ちょっとおしゃれな靴履いてたりとかするから、うんうんうん、それが解放されて一応放置されてたのを久しぶりに履くと、あれ俺こんなきつい靴履いてたっけみたいな、はいはいはい、東京時代に履いてた高い靴を久しぶりに履いたら、あれこのブーツちょっとガチか
もう足が拒絶してる。だいぶもうあれですね。だいぶ石が緩みましたね。染まってきましたね。いや、そう、でも気候的にもあって食べ物とかどうですか？食べ物結構心配してましたね。うん、あのやっぱ沖縄ともう全然違うじゃないですか。うんうん、なんで食事、うん、そうですね。一番最初に困惑したのは、はい、困惑。八重山そば。そば。ああ、はい、はい。そば。結局、早期そば、八重山そば、うん、沖縄そばって何が違うのって、はいはいはい、赤の他人からすると分かんなくて、ね、説明が欲しい。ついこの間初めて、その、なんか、麺が丸なんだよとか、平打ちなんだよとかっていう、あの地元の方と飲んだ時に、そのお話をさせていただいたんで、うん、ほう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 、あ、そうなんだって思って。でもラーメンぐらい味違くないですか？ラーメンぐらい味、あ、お店によって、お店によっ て結構違いますね。結局最初にここが人気だからって言ったら、うんうんうん、なんか味薄いなって思って、そういうもんだと思って、うんうん、他のところでたまたまもう食べる、うん、もう食べなくてもいいかなってちょっと思ってた部分があった。したら機会があって食べたら味全然違うじゃないかみたいな、はい、あ、ありますありますあります。あのだいぶ牛骨だったり豚骨だったり、お店によってだいぶ全然出汁が違う、色違いますよね。色も違うし、うんうん、なんかあれですよね、そんなパンチがあるもんではない。基本的には。そうですね、うん、パンチがあるところもありますよね。なんかいいよ、ね、そうそうそう、でも基本はない、うんうんうん、そうですよね。そうか、まあ、そば確かに、そうですね、うん、あとは正月とかの文化、うん、あ、おせち、あ、オードブル、オードブル的な、オードブル文化、オードブル文化じゃないですか。はい、揚げ物すごいです。揚げ物の量揚げ物半端ないです。半端ないなと思って、あのご近所さんにもらったものがあって、はいはいはい、あのよかったらみたいな感じでもらったんで、うん、ありがとうございますっつって開けたら揚げ物しか入ってる。揚げ物とこれ何みたいな、食べ物がまず何なのか分からない。分からない。ほうほうほうっていうのと。そうですね、石垣は特にファミマ、あ、ファミマしかない、ファミマしかなくて、うん、あ、コンビニ、はい、うん、だから、うん、久しぶりにカルチャーショックを受けたんですよ、東京戻った時。はいはい、はい、いろんなコンビニがあるぞと。いや、確かにセブンイレブン行った時に、はいはいはい、レジが変わってたんですよ。ああ、そうですよね、僕もなりました。そうそうそう、あの自分でやらなきゃいけないやつになってましたよね。なんかお会計が自分で、うん、あの出したら、はいはい、あ、そこでやってくださいって言って、そこでって何って思って、そしたらあの自動というか、そうそう、あのセルフレジに変わって、セルフレジに変わってるんですよね。あのピッピだけしてもらって、お金はなんかあの人じゃなくて機械に対してやるんですよね。そう、うん、だからあれがちょっとカルチャーショックで、はいはい、いない1年間、ね、あれも都会のコンビニって全部そんな感じになってるんですか今？もうそうそう、ほとんど大体そう。本当に、はい、あれ名古屋まだ、いや僕もね、あんまりコンビニ行かなくて、うん、空港のとこのコンビニとかは行って、確か電車に乗るときにやっぱり行った駅の、あのキオスクみたいなコンビニがそれになったんですよ。うん、そうですね。あの、なんかあれ店員さんいるのに全然取り合ってくんねえなと思って、そしたらここで勝手にやるしみたいな、あ、ここでやるんですねみたいな、はい、すいませんって。いや、あれね、多分石垣の人あるあるだと思います、はい、ああ、そうですね。沖縄本当まだないんじゃない？忘れた。セブンイレブンも最近ですよね、本島も入ってたの。あ、そう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 、ちょっと恥ずかしいです。あれが結構カルチャーショックだった。あとほら、コーヒーとかもなんかカップがもうあって、コーヒーカップ買うシステムじゃないんですよね、あれ。え、そうなんですか。石垣はもうなんか石垣のカルチャーショックもう一個あって、はいはい、コーヒーで、コーヒー、うん、ファミマのファミマのコーヒー、はいはいはい、はい、あの、あんまりコーヒーも飲まないんですけど、多分わかります。なんですか、あの先に入れるんですよね。あれ何ですか？あれ僕最初そこ同じ思いありましたね。すごいですよね。あれ先に入れた後で会計していけばいいんだっていうのがこっちスタイルです。あの仕組みが分かんないね。うん、あれ都会はあれですよね。カップを買って、買ってお会計してから、そう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 、じゃないとあれ万引きじゃないですか。そう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 、究極言ったら。そうですね。それを普通に買ってジャケットからって開けて。だってあれ中ラテ入ってたら分かんないですよね。いや、そうなんですよ。うん、え、これって思って、うんうん、みんな当たり前のようにやってる。 あれはね、僕も思いました、それは。びっくりして、はいはいはい、そこのショックは。もう僕慣れたもんで、あの、入れてビーって出してる間には会計済まして。そうですね、あ、うん、なるほど。そうしたら早い。うんうんうん、でもレジもよく並びますよね。そう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 、ね、確かに、ね、よく並びますよね、レジ、はい、すごい。それが僕は結構カルチャーショックでしたね。あ、並ぶんだっていう、すごい
歌舞伎町とかのコンビニかなっていうぐらい、はい、すごい人いっぺんにカーって、朝すごくないですか。朝も多いですね、もう出勤ですね、朝飯買っていくやつがもうひどいですね。あれもびっくりしましたね、朝たまたまちょっと早起きしたから出かけようって、珍しく渋滞するじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの三栄あたり、三栄あたりで、ね、わかりますわかります、夕方もねすごい出ますからね、地元ネタが唯一あの石垣島で渋滞するであろう場所じゃないですか、はい、もう一番ね混むとこです、そうですね、あそこすごいですよね、だからもう癖で三栄に、あの回って入るって決めてますか。ああそうなんですね、ああ奥から入る、そうです、反対車線から行こうとするとものすごい渋滞になるし、はいはい、すみません地元の人、めっちゃ地元の人たちがほぼ聞いてくれてるんで、そうなんで、もうそうそうそうっていう感じだと思いますけど、はい、いやあそこだから三栄とかも利用させていただいて、面白いな、あなんか面白いですね、石垣あるある的な話になったけどカルチャーショック的なカルチャーショック、はい、もう一個ぐらいなんかカルチャーショックネタあります、カルチャーショック、はい、食べ物は、うん、あでもそのパイナップルとか、うん、あのサトウキビとか、はいはいはい、いろいろあるんですけど、うん、パイナップルが下に生えてるって あるあるです、知らなかったみたいなのは最初なんか噂では聞いたこと、木になってる、木になってる、バナナとはそうなんです、そしたらこれパイナップルだよって言われて、うんうんうん、おーみたいな、ちょっとやっぱイメージ的には木にぶら下がってるみたいなイメージ、そうですね、だからアダン見た時にこれパイナップルかってそういうイメージですよね、最初のあれは。で僕もそのパイナップルがどうなるかって、あれあのこのこのなんだなんだなんですか、木の木というかパイナップルのこの形の上にボンってできるじゃないですか。そうね。なんかアロエがあってその上にポコッとそう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 ですね。そう。イメージ的に。そう。あれは衝撃でしたよ。僕最初見た時。これ完成形っていうのはちょっと思いましたね。オクラもショッキングでした僕。オクラ。オクラはまあでも。オクラもパイナップルと同じみたいなところにオクラがピヨってできるんですよ。ああそうです。ああそうです。オクラそう。知らなかったから石垣島で初めて見たからすごいと思って。すごい。はい、ちなみにパインどうでした？食べました？あ食べました食べました。美味しかったですね。なんかあんまりこう向こうに内地にいるときに僕もあんま食べたことがなくて、こっちで食うとやっぱ美味しくて食べる機会ないですもんね。生パイン自体を食べる機会は少ないです、ね、缶詰みたいな缶詰とかの内地はわざわざパイナップルあれですよ、ね、切るのかってなったら、うん、切り方僕はこっち来て知りましたパイナップルの切り方知らないって思いますし、そうなんかその専用の機械というかパインカッターみたいなのがあるわけじゃなくて、うんうん、だからそこのカルチャーショックは結構ありますね、うん、はい、うまいっすよ作ってますけど、ああそうですよね。そう、はい、そう今ねあの新しい品種もできてきて、そうなんですね。それがなんかまたすごい美味しいって評価。今年ぐらいに多分ユラティクに並ぶと思う。行きます。うん、ちょっと値段すると思うけど。新しい品種。へそれはなんか結構品種めっちゃあるんですねパインって。いっぱいあるよ。今なオーソドックスに出てるだけで、ボゴールピーチ。ゴールドバレル、うん、ハワイ、サンドルチェでホワイトココっていうのがその新しいやつ。ホワイトココ。ホワイトココ。また かわいらしい。あとそのゴールデンっていうのがある。その7つが割とオーソドックス。7つもあるんですね。オーソドックスだけ。そうなんだ。でそれ以外にあの台湾のパイン作ってる人とかもいるし。なんかいろいろすると。まあ、珍しい品種他にこっちだとね食べ比べとかもできちゃいますもんね。そうですね。6月がいろんなパインが買えるから食えるっていう時期で、うんうん、そうなんです、ね、そうですそうです、うん、なんで今年はまあなんかじゃあ品種をいろいろ食べるというちょっとやりたいですね、うん、ねぜひやってみる、ぜひぜひという感じでなんかあの、はい、盛り上がってもうほぼ島あれですね島のなんかねあのそうそう異文化に触れた話で終わってしまいました、ね、終わっちゃいましたね。とりあえず第1話はこれで終わって、そうですね、はい、第2部からあの樋口さんなんで芝居に行ったのかみたいな話を、はいはい、あの生い立ちからねちょっとそうお伺いしていけたらなと思いますので、はいはい、第1回じゃこんな感じで終わりましょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。